ケンドリックス・ヨセフス・フランシスクス・マリー・スネーフリーとは、干渉名で、ヘンク・スネーフリーと、偽名として、マーリンを使用した。オランダ人の共産主義者であり、オランダ本国及びオランダ領東、インドで、主に活動を行った。また彼はコミンテルンから中国に派遣され1921年7月の中国共産党の設立で重要な貢献した。 第二次世界大戦が勃発すると祖国オランダを占領したナチスドイツに抵抗する共産主義派のレジスタンスに参加し1942年にドイツ人により処刑されたスネーフリートは1883年5月13日にロッテルダムで生まれスヘルト・ヘンボスで育った学校を卒業すると1900年にオランダ国鉄に就職し オランダ社会民主労働者党及びオランダ国鉄労働組合に加入した。1906年ズボレにおいてスタップの政党活動を行い、1907年のズボレの市議会選挙において最初の社会民主主義派の市議会議員となった。スネーフリートはまた NV でも活発な活動をして、1911年には組合の委員長となった。スネーフリートは 組員の中でも急進派のメンバーであった。1911年に外交機制の船員がストライキを起こした時に、組合の一部の急進派たちはこれに参加したが、組合員の大部分とスタップ党員の大部分はストライキに参加することを反対をした。スネーフリートら急進派にとって、これは所属する組合及び政党からの孤立につながった。スネーフリートは、 オランダ本国を離れ、植民地オランダ領東、インドに行くことを決めた。この決心は、その後の彼の人生に影響を与える大きな転機となった。スネーフリートは、オランダ領東、インドに1913年から1918年まで滞在し、到着後間もなく反オランダ闘争運動を行うようになる。1914年、彼は東インド社会民主主義同盟の 共同設立者のうちの一人となった。この組織はオランダ人、インドネシア人の両者が参加した。スネーフリートはトラック、路面電車乗員協会のメンバーとなり、再び労働組合運動をすることとなった。組合のリーダーとして彼は積極的に活動し、すぐにそれまでの恩恵な組合を近代的で積極的な組合にした。その後、組合は、 ほとんどがインドネシア人が占めるようになった。組合は後にインドネシア共産主義運動の基盤を形成した。イスデブは厳密には反資本主義思想の組織であり、オランダ植民地体制とインドネシア人エリート特権階級に対抗するインドネシア民衆の先導を行う組織であった。こうした背景を持った組織であったため、現地で商売に成功した人々の中で、 保守的な考えを持つグループとスタップ党員の恩恵グループからは、イスデブとスネーフリートに対しいくつもの抵抗が起きた。こうしたこともあり、1916年にはスネーフリートはスタップを離脱し、オランダ社会民主党に加入した。SDP はコラント共産党の前身組織であり、CBH はその後にオランダ共産党となる。ロシア革命勃発により、 スネーフリートの求進主義は、オランダ人兵士とりわけ海軍水兵とそれと同数のインドネシア現地住民の両方から大きな支持を得た。このことは、オランダ植民地当局に強い緊張を与え、スネーフニートとイスデブは、要注意人物及び組織となった。植民地当局の監視が強まり、スネーフニートは1918年にオランダ領東、インドを去ることを余儀なくされた。 オランダ植民地当局により、イスデブはその後長く弾圧されることとなる。オランダに帰国した後もスネーフリートは、インドネシア人たちの状況に関心を持っていた。1933年には彼はデゼーベンプロビンシェン、号の反乱に参加した、オランダ人やインドネシア人の水兵と連帯行動したとの罪で5ヶ月の懲役を宣告された。この反乱では、オランダ軍の空爆により、 で、ベンプロビンシェン号は損害を受け、乗組員23名の死者を出した。この事件は、当時のオランダ国民に強い熱情を呼び起こした。オランダに帰国後、ホラント共産党の指導者は、オランダ領東、インドにおけるスネーフリートの活動の方法を批判し、スネーフリートは少し阻害されていた。その後、スネフリートは、労働組合運動に努め、1920年の 鉄道ストライキを組織するのを助けた。同年には東インド共産党の代表として、モスクワのコミンテルンの第二回会議にも出席した。東インド共産党は、東インド社会民主主義同盟の後ろ身の組織である。ウラジミール・レーニンは彼に強い印象を受け、彼をコミンテルン代表として、中国に派遣した。彼は、中国共産党を組織化するのに貢献した。 1921年7月にスネーフリートはロシア共産党のウラジーミルネーマンと共に上海で開催された中国共産党第一回大会に出席した。この日を中国共産党は公式な中国共産党創立日としている。スネーフリートは1921年12月に厚生省経林に訪れていた孫文に会い中国国民党と ソビエト政権の連携について意見交換し、さらに中国国民党と中国共産党が協力関係を築くことを提案した。彼は1922年4月上旬には上海に移動し、陳独州ら中国共産党員に接触し、共産党員が国民党に加入する方式の協力関係の構築を提案した。陳らはこの提案に強く反発した。 中国共産党の掲げるマルクス主義と中国国民党の掲げる三民主義の間には革命の階級闘争への考え方に根本的な食い違いがあり、たとえ協力関係を築いたとしても労働運動、農民運動を主体とした共産党の自由な活動が大きく制限されることを恐れたのである。1922年4月下旬にスネーフリートはモスクワに行き、 コミンテルン中央執行委員会に国境合作の承認を求め、同年7月末に承認を得る。8月にスネーフリートは上海に戻り、陳独州ら中国共産党幹部に対して、共産党員が国民党に加入する方式の国境合作を承認するよう迫った。コミンテルンの決定に対し中国共産党が反対することは、 中央集権的なボリシェビズムの観点からも考えられず、チンラ共産党員はしぶしぶ承認した。しかし、共産党員たちには強い反発が残った。1922年8月25日、スネーフリートは、上海に逃れていた孫文と会談し、ソビエト政権から中国国民党への軍事援助が約束された。その後間もなくして、陳独州が孫文を訪ね、 中国国民党の組織改革を条件として、自らの国民党への加入を提案した。孫文は了承し、陳独修、李大将らが中国国民党に加入した。しかしながら、スネーフリートの中国滞在中に、一般の共産党員による国民党への加入は実現しなかった。スネーフリートが中国を去った後、コミンテルンはミハイル・ボロディンを派遣した。ボロディンは、 中国国民党の政治顧問となり、党規約や政治綱領の改定と組織機構の改革に関して、孫文へ助言を行った。孫文は前期の諸改革を実行し、国境合作実現への条件を整えた。1924年1月20日、中国国民党第一次全国代表大会が開催され、大会宣言が発せられた。 中国共産党の制止ではこの日を国境合作の開始された日と位置づけている。スネーフリートに対し当時の中国共産党は良い印象を持たなかった。中国国民党の孫文と個人的に接触して中国共産党との協力を主張したためと言われている。スネーフリートにはこの作は合理的なように見えたが結局はうまくいかず失敗に終わることとなる。 1925年3月に孫文が死去し、1926年3月、中山寛事件が起こり、中国共産党員に対する弾圧が始まった。1926年7月、小解析は中国国民党の党首となった。スターリン派とトロツキー派の中国革命の方針をめぐる対立の結果、スターリンの主流派の主張が優勢となり、 蒋介石による共産党員への弾圧に対しソビエト政権の暗黙の了解が行われた。1927年8月厚生省南省で中国共産党による中国国民党に対する武装闘争が開始された。以後中国共産党と中国国民党の武装闘争が続くこととなる。1924年のレーニンの死後。 ロシア共産党内でスターリン派とトロツキー派の間で権力闘争が起こり、スターリン派が勝利した。この対立は世界革命の進め方をめぐるイデオロギーの闘争でもあった。トロツキー派は世界革命論を主張し、スターリン派は一国社会主義論を主張した。スネーフリートはトロツキー派の主張に共鳴しており、トロツキストとされている。このような背景があり、 スネーフリートとそのグループは、スターリン派で牛耳られたロシア共産党の影響下に、ある、コラント共産党の指導部と関係が悪化していく。1927年スネーフリートは、自らの政党を設立し、ロシア共産党の強い影響下にある、CBH やコミンテルンとの関係を完全に断ち切った。新たに設立した党の名は、革命社会主義党である。 1933年8月に RSP は4党宣言をレフトロツキーの率いる左翼反対派、独立社会主義党、ドイツ社会主義労働者党と共に署名した。この宣言は革命社会主義政党の新しい国際組織創設に向けたステップとして意図された。1930年代、スネーフリートと革命社会主義党は国内問題に勢力を傾けた。 彼らは、失業者運動、ストライキ行動、ファシズムの台頭への闘争の組織化で成功を収めた。1933年、スネーフリートワでベンプロビンシェン号の反乱の件で、まだ東国中のみであった。しかし、オランダ議会第二院の議員に選ばれ、彼は主に党のプロパガンダ闘争を自分の役目とした。彼の小さな政党の活動の中心は、 小規模労働組合の連合体との障害であった。関係の深かった主な組合連合は国民労働事務局であった。その後1935年に RSP はオスピーと合併し革命社会主義労働者等と名を変える。合併前のオスピーはジャック・デカットとピート・シュミットが指導者であった。スプは英国の独立労働党、 スペインのマルクス主義統一労働者党と共に国際組織革命的社会主義者合同国際委員会の加盟政党となった。1937年の選挙でスプは議席を得られなかった。選挙後にスプとなずはオランダ政府から公務員がメンバーとなること禁止される。また、オランダ女王を侮辱したとして迫害を受けるようになる。一方、コラント共産党は 党内のトロツキー派の粛清を実行し、1935年にオランダ共産党に党名を変更した。CPN は1937年の選挙で党勢が拡大し強化された。CPN はその暴力部隊を使い、トロツキスト反革命セクトとしてスプのトロツキー派党員を攻撃した。このようなスターリン主義者とトロツキー主義者の深刻なイデオロギー対立に巻き込まれ、 スプは弱体化した。1940年5月10日にオランダにおける戦いが始まると、スネーフニートはすぐに革命社会主義労働者等を解散し、レジスタンス活動のために地下活動することを決心した。回答の数ヶ月後、スネーフリートは、ウィレム・ドールマンとアブラハム・メニストと共に、ナチス・ドイツのオランダ占領に反対するレジスタンスグループを創設した。 グループの名は、マルクス・レーニン・ルクセンブルク戦線であった。組織の主な活動は、社会主義を称賛し、ナチス・ドイツによるオランダ占領を反対するプロパガンダ戦を行うことであった。彼らは1941年の2月ストライキに大きく関与した。共産主義者として知られるスネーフリートは、レジスタンス活動が始まると身を隠さねばならなくなった。2年間、 彼は、ナチスの捜索から逃れ続けていたが、1942年4月、ついにスネーフリートは、他の MLL フロントのリーダーたちと共に当局に、逮捕された。彼らは、1942年4月12日に、アメルスフォールト強制収容所に送られた。記録によれば、翌13日に、彼らは、社会主義革命家、インターナショナルを歌い続けながら処刑されたとのことで、 ある、ありがとうございます。